こんにちは。帰国困難に関わるコロナビザの更新、11月1日までの在留期限の方が対象です。最近ではね、更新の許可が出ても出国準備15日ですねになった例も出てます。もうほとんどもう3ヶ月とかもらえないですね。これ在留期限が11月を過ぎる方はもう対象でないため、これ残された期間の中、日本で就職した人はすぐにでも行動しましょう。以上です。